みんなのた、某はサンリオが著作権を保有するキャラクターグッズ用キャラクター群。1984年にキャラクター開発。サンリオにおける脱力系キャラクターの一つである。1984年にグリーティングカードのキャラクターとして登場した。サンリオでグリーティングカードの企画を担当していた島瀬秋子が、 初中見舞いはガキ用にキャラクターを考案し、時間がなかったため自分で描いた死体をそのまま印刷屋に提出したことが発端である。当初は名前、性別ともに決まっていなかった。その後、アダンの音で、のんびりした感じの名前として島松がターボーと命名した。島松によれば、ターボーには特定のモデルはいないという。高校生や、 大学生のヤング層をターゲットとして開発され、その後幅広い世代に人気が拡大した。1987年よりキャラクターグッズの販売を開始、商品にはイラストレーションとともにターボーの発する短い言葉が書かれている。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞で、1988年度と1989年度の2年連続で1位を受賞した。 ターボーの誕生日は当初は謎とされてきたが5月5日であることがイチゴ新聞340号で赤ちゃんの頃のターボーと共に公表されたサンリオピューロランドのライブショーや舞台作品にも出演していた時期があり2020年現在もミラクルギフトパレードでターボーのライブキャラクターが出演している当園のキャラクターグリーティングにも不定期に登場するサンオは 海外展開もしていて、ター・ボーは、香港では、関東語で大きな口の男の子を意味する、大口子大ハウチャイと呼ばれている。登場人物はター・ボーの他に、両親や、両方の祖父母、たくさんの動物のお友達が登場する。1991年には、弟のマー君が、いちご新聞1991年9月号の、紙面上で、初登場した。 2018年には、ガールフレンドの、ナコちゃんが登場した。ターボーの誕生日は5月5日。血液型は謎。ターボーの趣味は遠足。特技は、スポーツ全般及び水泳で、アーティスティックスイミングもできる。ターボーの苦手なものは、早口言葉とピーマン。ターボーの一番の仲良しは、ワン君。イチゴ新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第3回。 第4回の1位が歴代最高である。昭和と平成両方の元号で1位を達成した唯一のキャラクターであり、連覇を達成した初のキャラクターでもある。2013年サンリオキャラクター大賞26位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、10位以内なら真面目な顔で証明写真を撮ると宣言していたが、 ランクインを逃し実現とはならなかった。なお、マガウナタ、アボウは映像作品、宇宙防衛タイター、ボーシリーズで目にすることができる。また、いちご新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストでは犬くんがノミネートされ25位にランクインされ、第2回のサブキャラコンテストではマーくんと 鶏さんがノミネートされ、マー君が30位、鶏さんが37位にランクインされ、第3回は、ナコちゃんがノミネートされ、30位にランクインされた。第4回は、第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストで、みんなのターボーのサブキャラはいずれも、上位20位圏外のためノミネートなしであった。仕切り直しとなる、第回のサブキャラコンテストでは、 マー君がノミネートされ、40位にランクインされた。ありがとうございます。